トライデントはイギリス海軍の潜水艦 t 級潜水艦の一隻である1937年1月12日寄港1938年12月7日浸水1939年9月1日収益トライデントは1941年から1943年中頃まで北海で活動したそこでトライデントはドイツの商船五隻 タンカー一隻、クセンテイ一隻を沈め、ドイツ商船二隻を損傷させた。その他に、1942年2月23日には、ノルウェー沖で、ドイツの従順洋艦プリンツオイゲンとアドミラルシェアに、対して7本の魚雷を発射し、1本をプリンツオイゲンに命中させた。また、 ドイツ潜水艦 U-566 に雷撃されることがあったが、発射された魚雷は外れた。1943年、トライデントは地中海に送られた。そこでトライデントは5隻の小船を沈め、イタリアの商船1隻とドイツの小海底1隻を損傷させた。地中海にはあまり長くはいず、次にトライデントは太平洋に送られた。 そこでは二隻の日本船を沈めた。また、日本の練習巡洋艦カシーを来撃したが、一本も命中しなかった。トライデントは大戦を生き延び、戦後の1946年2月17日に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。